はい、皆さんこんにちは、クズゴミゴードでございます。はい、 YouTube で一番婚約者が多い YouTube でYouTube で一番婚約者が多いチャンネルへようこそ。どうぞ、まだ婚約者になってない人いたらぜひゴードと結婚してください。みんな今日はね、好きなドラマを紹介したいと思います。で、このドラマは、ゴードだけが好きじゃなくて、歴史的には一番高い評価されたアメリカのドラマなんだけど、面白くてゴードも2回も見たしね、みんなそれをみんなに紹介したくて今日の動画作りました。最近ネットフリックスとかで海外のめっちゃ面白いドラマたくさんあるってよく聞くんだけど、やっぱザ海外ドラマ見るんだったらこのドラマを見てほしい。それはブレイキングバードっていうドラマですね。数年前にも終わったドラマなんだけど、本当におすすめです。みんなにぜひブレイキングバード見てもらいたい。だから頑張って、あんまりネタバラしようなこと言わない。ブレイキングバードはアメリカの南西部の田舎にある町で、ウォルターっていうお父さんが50歳になって、で、その50歳になったお父さんは妊婦の奥さんと息子もいて、で、その中にハンクっていうウォルターの義弟、義理の弟、義弟っていうんだっけ、義弟もいて、ウォルターの義弟のハンクはアメリカ麻薬取締局で働いてて、なんかドラッグを作る人たちを捕まる仕事をハンクがやってて、で、ウォルターがただの教師やってて、お昼は先生やってて、夕方はなんか車を洗うとこでバイトして、頑張って家族を養うために毎日仕事頑張ってる感じで、で始まる。ウォルターが結構なんかおとなしい人で、でもその後にウォルター自身に肺がんが見つかって、もうあと人生は長くないって感じて、その上に仕事頑張ってるのに給料低くて、もうすぐ子供生まれるのに財産残すものとか何もなくて、今死んだら自分の家族はずっと貧乏暮らししなくちゃいけないとなって、どうするかを考え始める、ウォルターが。で、その中でハンクに覚醒剤をやってる人たちはめっちゃ儲かるって知ってて、なんか50歳のパーティーでハンクがなんか現場で撮った映像を見せてて、なんかお金の山があってて、そう、こいつら覚醒剤作って打っててこんなに儲かったんだよ、でも俺が捕まったみたいな威張ってて、ウォルターがそれを見て、俺は死ぬ前になんかドラッグ製造して儲かって、その財産を家族に残そうと決める。で、ウォルターがなんかもっと教えてたジェシーという人と、ジェシーはもうドラマが始まってからもうドラッグ作ったりしてるんで、そのジェシーと手を組んでドラッグを秘密で作って売るという話。そしてその警察官をやってる義弟のハンクにバレないようにメタンフェタミンを秘密で作っていく話なんで、なんか面白い上になんか本当に海外って感じ。日本人からしたらどこでも海外、日本以外どこでも海外けど、オーストラリア人としてもその南西部のアメリカも行ったことないし、もうめっちゃ別世界みたいに感じたんで、日本人たち多分見るともっと別世界のように感じて、なんか日本人の理屈が通らないところみたいな感じで本当に面白いと思う。で、シーズン5まであるんだから、見る人はちょっと時間かかる。最後まで見る、重い話も出てくるし泣くシーンもあるし、でも何が一番面白いかっていうと、出てる人たちの演技がうまい。もう見てこの話本当にあったんだなって思ってしまうぐらい演技うまくて、それとキャラクターがちょっとずつ変わっていくのは本当に面白い。ちょっとずつで人が変わるんだよねって思う。そしてウォルターは一応犯罪者になるんだけど、ずっとウォルターを応援しちゃうっていうドラマで、悪いと分かってるけど応援してしまうっていうの面白くて、このドラマは本当におすすめです。
なんかこれ以上なんかもっとそのブレイキングバードの出てくる話したいんだけど、ネタバラシになってしまうから、まあ今日はこれぐらいで。ブレイキングバード見てください。本当におすすめで、見て何回も泣いたし、もう感動した。まあ今日の動画はこんな感じなんだけど、ちょっと今週の金曜日に俺ライブあるんで、バンドのライブがあるから、ツコミゴールドのライブ配信できないかも。土曜日にもライブあって、ツコミゴールドのライブ配信は金曜日めっちゃ遅くするか、もう多分帰ってきたらこっちはもう夜中になってるけど、金曜日めっちゃライブ終わバンドのライブ終わってからやるか、それか日曜日の夕方にやる、どっちか決めようね。そんじゃまたね。どうもこんにちは、どうもこんにちは、どうもこんにちは、こんにちはわ。おい、あ、うわ、あ、ごめんなさい。